い、毎日学習家の林です。合格者の真子です。よろしくお願いします。今日は文脈変化体制の話をしようと思います。よろしくお願いします。英単語の文脈変化体制ですね。英単語の文脈変化体制って言われて、こういうことだなってなんかイメージできます？いや、なんか英単語って例えばその go とか take とか get とか全部こうそのそういう単語って文脈によって意味が全然変わるじゃないですか、うん、で、ああいったその問題に関してどういうふうに対応してます？特に SMC とかだと結構あると思うんですよね。こう、うん、その文脈によってかなり変化するみたいな。例えばだから、カラーっていう動詞があるんですけど、要は認知を歪めるとかっていうふうな文脈で、歪めるっていう文脈でカラー、色付けられるっていうことでカラーって使われるんですけど、なんか私は結構入試の時に割と勇気あったなって個人的に思ってるのは、私結構今までもいろんな本を読んでたんで、なんていうのかな、ある単語がどんな文脈の中で使われても結構その文脈の中でこうなんていうんだろう、どういうふうにその単語が使われているのかっていうのを、まああんま推測しちゃいけないんだけど、こう少なくともちゃんとすぐ理解してこう引き出すのがかなり得だったんですよね。こう読書量が多いので、まあ、別に日本語であれ英語であれ、例えばそのまあ、認知っていう単語が後についてて、でその前の単、例えば動詞がカラーだったら、あ、認知を色づけるってことは認知を歪ませることなんだなとか、なんかそういうのが割と結構明確にこうパッパッパッとこう判断できたんですよ。読書量が多いんで。なんだけど、まあ、なんだろう、マコさんどうでした？そういうあたりっていうのは結構できましたか？まあインターナショナルスクールにいた時期はなかったりとかっていうのもあったと思うんで、割とこう文章、英語の文章とかたくさん読んで割とできたのかなっていう感じもするんですけど、そのあたりどうですか？いやでも難しかったイメージはあります。文脈変化体制をつけるっていうのは結構大変だったなっていう感じですね、うん、なんか経歴的に言うと、まあ、もともと高校も帰国生が多い高校でとかそういう感じだから、あと英語の文章たくさんあるのかもしれない。そうですね、まあ、そうですね、普通の人と比べると。大学、タイの大学はテキストタイ語ですか？あー、英語書いてあります。あー、タイ語も英語もあるんですね、はい、タイ訳みたいな感じ。そうですね。あー、で、自分はどっちだったの？タイ語です。あー、でもね、タイ語で書いたら分かんないですよ。だから、それは多分、すごくあるのかなっていうふうに思ってて、その、まあ、やっぱり文章をたくさん読むっていうことは、まあ、何はともあれ大事ですよね。その文章をたくさん読む。だから、例えば私よくその SNC 系の生徒に言うのが、まあ、SNC の過去も25年分かける2学部かける3週と、プラスだとその人間メタリカとアカデミックは全部読んだ方がいいよって話をするんですけど、何の根拠もなくそういうふうに言ってるわけじゃなくて、やっぱりこう文脈変化体制をつけれる最低限の読書量として、やっぱりその私が提示している課題っていうのがあるので、やっぱりまあその文脈変化体制をつけるっていうところが非常に大事です。あとは英単語学習の科学っていう本があって、その本の中にコアミーニングをつかんどいた方がいい単語集みたいなやつがパッと載ってるので、それもあとちょっとリンクで紹介しますので、また見ていただければなと思うんですけど、ちょっとそういうのはやっぱりかなり大事にして、こう文脈変化体制をつけるんだっていうことをこう意識してるかどうかだけで、実際こう英語読むときの楽さっていうのは全然変わると思いますので、ちょっとそこの部分に関しては、ぜひやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会では、LINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ、概要欄に LINE の、アドレスがありますので、ぜひですね、気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと、希望の方にはね、10日間無料で、添削だったりとか、相談だったりとか、一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。